皆さんこんにちは。こんにちは。ウーバーチャンネルのしろっこです。タイガです。よろしくお願いします。今日は、まあ、ちょっとね、周りに人がいるから小声で話してるんですけど、こちら、じゃじゃん。オフフさんからご提供いただきまして、今回は寝袋の紹介となります。まあ、寝袋をね、家で紹介しても多分面白くないと思いますんで、こちら今回キャンプ場に来ております。そうね、もうちょっと日も落ちてしまいまして動画も暗くなっちゃったんですけども、でこちらの方でね、今からちょっと寝てみようかなと思うんですけども、寝るって本当に夜眠くなってからじゃないとなんか無駄な気がするんだよね。だからその横になってる間にも何かやりたいということで、せっかくねこのキャンプ場に来ておりますから、やりたかったことをやってみたいなと思います。で今回ね、こちらの他にですね、ホームセンターの方で燻製購入してきましたので、もう寝ている間にね、この燻製を作ってみたいと思います。今回はね、こちらね、スモークウッドは桜を使用して燻製を作っていくんですけれども、まあ、今回ね、僕の奥さんである姫さんがですね、燻製にするものを購入してきてくださってますんで、ちょっと1個ずつ紹介してもらおうかな。はい、1個目、じゃじゃん。トラウトサーモンチリ、チリさん、近くのスーパーで購入してきました。まあ、スモークサーモンは結構定番なんじゃないかなと思うんだけど、じゃじゃん、そうでしょ、これ。横浜アンパン。こちらもスモークにしていきたいと思います。お、これうまそうだね。見て、骨付き1本、マスタード付き、こちらのソーセージをスモークにするのと、レモン&ペッパーのソーセージ、チーズのソーセージですね。こちら全部を今からね、燻製にしていく前に一度ですね、こちらの寝袋を設置してみたいと思います。ちょっと開けてみるか、とりあえず。おー、膨らんできた、膨らんできた、膨らんできたよ。真空パックに入ってたから、これ取った瞬間にふわっと膨らんできた。うん、なんで？よいしょ。丸まってる。丸いね。丸い。あ、こっちが入れ物か。真空パックに入ってる時より、あ、クッション感すごいね。デザインも白黒でかっこいいです。はい、じゃあ開けていこうと思います。アウトドア初心者だからね、初めてだよね、タイガー。じゃじゃーん。あ、でかい、でかいぞ。よし、今から引いてみます。はい、ということでね、完成したんで入ってみたいと思うんですけど、持ってたよりやっぱかなり大きいね、タイガーね。値段がかなり安いんで狭いのかなと思ってたんですが、こちらもうすごい広い。あとはね、やっぱりね、寝心地ですから。クッションも2つついてる。だから枕も2つついてる。しっかりで寝れるね。ちょうど1人ある。ちょうど1人ある。風気持ちいい。あ、いいね。あったかい。あったかい。この厚着で入ると暑いぐらいだ。どう、タイガ、初めて外で寝るんだよね、これね。どう、あったかい。じゃあこの中だったら燻製今から30分ぐらいかかるんだけど、30分90分なんだけど、待てそう。待てる。じゃあ今から燻製を作っていきたいと思います。はい、そしたらね、今からこの中に具材を入れていきたいと思います。まずはね、サーモンをそのままいっちゃうよね。はい、サーモンが入りました。なんかね、こう下に肉汁が滴るらしいので、魚系を下に入れておいた方が匂いが移らずいいらしいですね。あとは骨付きウインナー。あ、これやばい、これうまそうだね。よし、もうちょっと入るかな。そしたらね、こちらのレモン&ペッパーのウインナー入れていこう。よし、下はねこんな感じでいいかな。そしたらこの上にもう一枚網を重ねて、こんな感じだね。この上にも置けます。あ、うまそう、マジで。このまま食いたいもん。このまま食っても美味しいウインナーだから、次はもう若干スモークされてるウインナーだね。じゃあチェダーチーズですね。うわっ、ウインナーがいっぱいだね。タイガーウインナー大好きでしょ。これチーズのウインナー。これチーズのウインナーだよ。え、中に何入ってる。中にチーズ入って、外にチーズは入ってないでしょ。お、ちょうど全部入ってないわ。一気に異様な光景になりましたけども、これで燻製していきたいと思います。はい、じゃあね、スモークウッドに火をつけて、この上にザラメをかけたいと思います。おー、煙出てきた。どんなにいいのかな。ほら、タヌキがいる。すげー、タヌキが近くまで来る。タヌキだ。友達で。ただ近づいたりしちゃダメだよ。はい、ということで火がついたようなのでね、この上にザラメをかけていきたいと思います。ザラメをねかけてスモークしていきたいと思います。およそ90分らしいです。煙たい。
最高だね、本当に。もうね、まあ、外で寝てるっていうこともそうなんだけど、やっぱ焚き火とこのキャンプの雰囲気を味わって気持ちいい部分で寝れるっていうのは本当に最高ですね。ちょっとアウトドア動画今後もやっていこうかなって思うぐらい今最高の気分です。もうかなりね、値段が安いのに満足度がかなり高い。もしかしたらワンチャンうちの布団よりも気持ちいいかもしれない。今ね、もうずっと燻製待ってますんで、燻製が出来上がるのを待ってそちらを食べる動画に切り替えたいと思います。はい、ということでね、出来上がって、じゃあ早速開けていくんですけど、もうなんかね、もう止めた後も中でジュージュー言ってるわけで、ここのね、穴からすごいいい匂いすんの。あ、やばい、この音聞こえる。こ、あー、聞こえないかも。ジューッと聞いてんだけど、開けたいと思います。いでよ、ほっ、おぉ、白かったウインナーが茶色になってる。すっげえ、これ何これ、これやばいな。ちょっと一回こいつからいくか。はい、じゃあお皿を出して盛り付けてみたいと思います。はい、じゃあ取っていきます。めっちゃやばい、パンがめちゃめちゃ重いんだけど、これ大丈夫か。すっごい重い。これがチーズウィンナー。週末にこんなことができるのもいつも見てくれてるリスナーさんのおかげですね。うわ、下見てこれ、まあ、これが骨付き。うわー、やべえ。これがハーブ。あー、ちょっと熱が強かったかな。でもいい色になってる、こっち側の。すごい色だね、うまそう。こいつだな、ジュージュー言ってた。そして、まあ、ある意味メインだったこれ。うわー、やべえ、これやべえなー。あ、やばい、いい色に仕上がってるのかもしれない。はい、じゃあ早速食べていきたいと思います。食べてみて、先に。うまい、うまい、うまい。初めての燻製なんだけど、食べてみようかな。まずはサーモンから。やばい、これ何も味付けしてないんだけどめちゃめちゃうまい。これ味付けなしでうまい。本当はね、もうちょっと塩とかにつけてねやるらしいんだけど、何もしなくてもうまい。チーズウインナー、あ、うまい。普通に焼くよりうまいかもしれない。これ結構匂いがすごいね。食べた時の匂いが普通のソーセージではもう絶対に味わえないやつだ。これ全部完食してから動画がすごい長くなって食べていきたいと思います。アンパンの燻製。あ、匂いはね、燻製の匂いがしますね。食べたらどうなんだろう、大丈夫かな。これまずい。隙間隙間に空洞あるじゃないですか。この空洞からもう全部ウインナーの匂いが出てくる。空洞という空洞から食った時に一回ふわってきて、噛めば噛むほどずっとウインナーの匂いがこうフン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 ってなるの。最悪ですね。はい、ということでオフの寝袋の紹介でした。いかがだったでしょうか。かなりね、寝心地、まあ、そしてね、材質ともに、グッドだったんですけれども、こう気になるのは多分お値段だと思います。お値段がですね、まあ、1万1000円ちょっとぐらいで Amazon で現在販売されているんですが、まあ、これだけでも結構安い方だと思うんですよ。なんとですね、今回ウーアチャンネルとのコラボ企画ということで、オフさんの方から11月の5日から11月の18日までウーアチャンネルとオフコラボの限定クーポンが発行されます。 URL は下の方に、概要欄の方に書いてあるんですが、クーポンコード WOOWAOHUHU、 そう、ウーはオフフというクーポンコードを使用していただければ、なんとですね 61% オフの4800円ぐらいで購入することができますので、この機会にね、ぜひ購入してみてはいかがでしょうか。この動画が面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。